松田先生よろししくお願いいいたまますす <laughs>、はい、株価が上が上っています、えー、日経平均、そしてニューヨークダウンともに株価が上がっているんですが、えー、昨日の日経平均を見ると今年の最高値を更新し2年1か月ぶりの高値となっています、これ一体何が起きているのでしょうか、先生、解説をお願いします。うん そうですね、まあ、今日はちょっとお正直なお話をしますけれども、えー、株価というものは上がったり下がったりするんですが、えー、上がれば上がったで、ですねこうこうこういうわけで上がったというし、えー、下がればですね、えー、こういう理由で下がったんだということをです、ねまあ専門の、専門家の方とか、まあ、アナリストとか、あまあ、証券会社の方とかですね。 え皆さんおっしゃるんですけども、正直言って、ですねえそうおっしゃってるのは全部後付けなんですね、上がってからあその上がった理由、下がってからその下がった理由っていうのを言ってるわけなんですよ、その上がったり下がったりする前に、ですねえ明日はいくらいくら上がりますとかね、明日はいくらいくら下がりますとこういう人はあんまりいないんですね。 えなんかこれからいうことは私の自慢話になるか知りませんがえまあ私とお付き合いいただいてるまあ投資家の方はたくさんいらっしゃるんですがえその方にですねいろいろな情報をインターネットとかあるいはファックスやメールでですね送ってるんですがえ今年のですね えー、10月からあずっと一貫して言ってることがありましてね、えー、一貫して言ってるってことは、これから先こうなるっていうことを言ってるわけなんですね、えー、どういうことかっていうと、アメリカの大統領選の結果があ出るまでに、ですね、えー、日経平均は3万円、それからニューヨークダウは、あ日経平均は2万5千円。 それから、ニューヨークダウンは3万ドルに上がりますよと、こう言ってるわけなんですよ。おまあ、普通、そういうことを言うと、なんでそうなんですかっていうふうに、えー、どなたも思いますし、そういう質問をするんですけども、当然のことながらですね。 私もそういう、なぜそういうふうになるんですかと聞かれましたんでね、さあ、なぜでしょうね、まあ、強いて言えば、私がそう思っただけですよと、まあ、こういうふうにお答えしたんですが、実はこれ、非常に正直な話でありまして、なんら理由はないんですよ、ただそう思っただけの話なんですよ、これも正直な話ですけどね。 えー、そういうわけで、ですね、えー、株価が上がったり下がったりするのには、ですね私は本来、理由なんか何もないという、まあ、立場なんですけれども、こんなことを放送していいか悪いか分かりませんが、正直言って、私の考えですけれども、お株価、あるいは相場というものはそういうもんだという、まあ、考え方を私はしているわけです。で、えーまあ、その 日経平均2万5千円になるという話なんですが、えー、その大統領選がいよいよ近づいてきましてね、えー、10月の末になりまして、いよいよあと3日、4日で、えーそのまあ、大統領の選挙があるということになってきましてね、えー、そうすると、私の話を聞いている人はたくさんいますから、えー、その10月末になりますとね、<laughs> えー、日経平均いくらしてるかなと思ってこう見るとですね、<laughs> えー、2万3000円いくらというところがまあ、普通、その辺を行ったり来たりしてたんですが、えー、10月末になるとですね、すーっと下がりましてね、えー、2万2000円を割り込みまして、えー、なんかこのまま暴落するんじゃないかみたいなですね気配なんですね。さすすがにですね私の 2万5千円になるっていう話を聞いた人から、いろんな連絡がありましてね、先生、今回ばかり、先生のおっしゃることはまあ大体今まで何でもよく当たってましたけども、先生、残念ながら、今回だけはこれ、外れましたなっていうあの電話いただいたり、メールやファックスいただきました、それに対してですね、私は、いや、まだ大統領選終わってないしね、選挙は、投票はもうじき終わるんですけども、結果が出るのは時間がかかるから。 私が言ってる日経平均2万5千円というのは、大統領選の結果が出て、出るか出ないか、その辺だと、こういうふうに前から言っている通りだから、それまでお待ちになったらどうですかと、まだ外れたとか当たったとかっていう段階じゃないと思いますけどねって言ったのが10月の末なんですよ、それから日経平均のこの経線ですか。 あこの動きをですね、えー、見ていただければ分かります通りですね、えー、毎日のように300円、400円、300円、多分今日も300円ぐらい上がると思いますけれども、今日ははそらく2万4200円ぐらいまで上がるんじゃないですかね、そうすると3万円まであと5、600円、7、800円と。 ということになりますから、まんざらですね、えー、外れたことにはなりませんし、まだ大統領選、えー、決着はつかないわけですから、つくころになると、2万5000円になるんじゃないかなと、まあ私は思ってますが、こういうわけで、ですね理由は何にもないんですよ、ただそう思っただけの話なんですよ、じゃあなんでそう思うんですかってよく聞かれるんですけども。 これはちょっと困っちゃうんですねどう答えていいか、えー、私は実はですねあの柿が大好きなんですよ岡山県で育ったもんですから岡山県の柿ってすごいおいしいもんですから子供の頃からおい、えー、しい柿を食べてましてねですから柿が大好きなんですね、えー、で、えー、何で先生は柿が好きなんですかってこう聞かれてもですねなんでですかね好きなんですよねそれだけなんですよ <laughs> だからなんで株が上がるって3万、2万5000円になるなんて、どうしてそういうことは分かるんですかって、別に分かっているわけじゃないんですよ、ただそう思っただけなんですよ、何度も繰り返しますけども、なんで思ったんですかって言われたって、家計が好きなのはなぜですかって聞かれると同じようにですね、思ったんだからしょうがないじゃないですかね、それだけの話なんですよ、まあ、そ,そう言ってみると、ですね相場なんてなんだというふうに思われるかもしれませんけども。 ま、極端な話ですね、えー、そういうもんだというふうに私は思ってますし、上がったとか下がったとか、ですね、えー、年中大騒ぎして、ですねこれはこうこうこういうわけで上がった、こうこうこういうわけで下がったとこう言ってますけれども、えー、私はですね、まあ、そちらの顔をして、ですね、えーまあ、眺めてるんですよ、まあ、いろんなことを考えていう人がいるもんだなと思って、上がるときにはですねこうこうこういうわけでアメリカの雇用が予想以上に増えた、えー、だからね、上がったんだって。 あそうなんですか雇用が70万人だって予想してたのが72万人にな,なったらあーやっぱり DAO がそんな700ドルも上がるんですかってこういう話なんですよだからもうあのそういうことを考えるとですねまあ頭,頭の運動のためにはねそういうことを考えるのはいいと思いますけども私はハからですね そういうい、まあ、私に言わせればですね意味のないことはしないことにしてるんですよ、えー、それよりも今日は天気がいいな天気正朗波静かなりなんつって戦艦大和は言ったんだななんて思ってふと、うんえー、株の動きを見るとあ今日はなんかし戦艦大和じゃないけど今日は下がんじゃないかななんてふと思うんですよ天気正朗なのに株が下がるって言うんですよ。 えー、ドカーンと500ドルぐらいニューヨークダウンが下がるんですね、えー、戦艦マタのことを思い出したことと500ドルニューヨークダウンが下がること,と何の関係もないと思うんですけども関係はないんですけども私は下がると思ったんですよそしたら本当に下がったんですよで今までそういう私が下がると思った時は必ず下がり上がると思った時は必ず上がる確率にすると9割以上じゃないですか うん、あのだから割とこの素直に思った通りに、思った通りになんか株価が動いてるような気がしてならないんですけども、まあ、あこんな放送でくだらないお話をしましたけども、えー、2万5千円になると、まあ、私が言った、それが理由でですね、2万5千円になるんだと、皆さん思ってください。 えー、まあ、なんちゅうばかなことを言うんだと、なんちゅうことをこの放送で、えー、言うんだとお言って、ですね、えー、お叱りを受けるかもしれませんけれども <laughs>、まああ、証拠を見せろということなら、私がですね売りなさい、買いなさいって言って、そのとおりです、ねえー、やった方がいらっしゃいまして、証券会社のステートメントを取って、ですね、えー、それを眺めるとですね、 えー、この1か月間、つまり10月1日から今日までの間に、ですね、えー、スタートしたのは確か2000万円ぐらいでスタートしたと思いますけれどもお、この方の昨日現在の残高は9000万円ありますよ。ってことは、7000万も多かったんじゃないですか。えー、ということは、私が1日5回ぐらいアドバイスすることもありますし、1日中何にもアドバイスしないこともありますし、それは分からないんですよ。 ふと気が付いたらアドバイスしますし、何にも感じなきゃ何にもアドバイスしませんし、それだけのことなんですよ。それ1か月、もう素直に何にも考えないで、私の言う通りやった人がいまして、なんか私のことを神様だと思ってるらしいんですけど、その方のステートメントを見ると、はっきりと数字が出てますね、私もいくら儲かったか、そんなことは知らないんですけども。 ご本人さんから言われたんで、えー、そうなんですか、よかったですねっていうだけの話なんですね、まあ、今日は実にくだらない話をしましたが、えー、株のことはあまり深く考えない、えー、それよりも自分になんかひらめいたらあ、そっちの方を信じた方がいいですよという、まあ、アドバイスになりますかなりませんか分かりませんが、まあ、そういうお話で、今日のお話は終わりとしておきます。 「この番組では松田敏夫先生への質問を募集しています」「ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください」「松田敏夫の『高手で勝つ日本復興のために』でした」